はい、ちくわでーす。今回はドリフトゾーンというゲームをご紹介します。こちらのゲームは Web2 と Web3 の境界線をなくし、双方の魅力を組み合わせて新時代のゲームを作り上げることを目的に作られているゲームになってまして、このね、ドリフトゾーンという世界には2つのゲームが存在しています。1つはドリフトゾーンオリジンズというゲームで、ドリフトゾーンのコアゲームとなっておりまして、モバイルと PC で利用可能なカードゲームとなっているようです。で、もう1つがドリフトゾーンアリーナというゲームになってまして、こちらはテレグラムベースのミニゲームとなっており、PVP でコインを獲得して、リーダーボードの上位となることで、今後の、大規模なエアドロップを獲得できるチャンスがあるようです。とりあえずね、今回はこの、ドリフトゾーンアリーナをプレイしてみたいと思います。はい、こちらがね、ドリフトゾーンアリーナのプレイ画面になってまして、ちょっとまだね、私もいまいち分かってないんですけれども、なんか最初にね、こちら下の方のタブにバトルってありまして、こちらね、バトルの方でこっち、これね、ゲットドリフターって書いてまして、これ、ね、確か5000コインかな。で、この、ゲットドリフター、こちらでガチャを回せました。で、これで、ガチャを回すとね、私はこいつをゲットしまして、でね、これを持っていると、なんかね、こう対戦ができるという感じみたいですね。で、今ね、私のコインは、この上の方に、トータルというところにね、2777って書いてまして、これがね、私のコインです。でね、下のタブの方にね、ミッションというものもありまして、こういうね、ミッションをこなしていくと、少しずつね、なんかこう、コインが増えてくるみたいですね。なので、まあ、例えばね、このコインを消費して、なんかこう、レベルを上げると。カオススクロール。まあ、こういうものをね、ゲットしていくと。で、そうするとね、なんかレベルが上がりましたよね。で、これでね、まあ、コインは消費しちゃいますけども、1時間にもらえるね、コインが増えるという感じかな。この、ね、右上の方にね、プロフィットパーハワーって書いてまして、これが1時間で160コインもらえるという感じかな。なのでね、こういうレベルを上げていくと1時間で、ね、もらえるコインが増えるという感じみたいです。で、まあ、あとはフレンドとかがありまして、これでね、友達を招待するとまたね、コインとか、あとは 0.01USDT ももらえるという感じみたいですね。で、まあ、あと先ほどお話ししたバトルですとか、あとはアーンというものもありまして、これはなんか YouTube、なんかこれ宣伝かな?かなんかを見ると、これでコインがもらえたり、あとはデイリータスクというものをこなすと、これね、めっちゃもらえるんじゃん。600万。これ合計かな?合計で、これだけのね、こう、コインをもらえるという感じみたいです。なのでね、毎回ね、ログインをすると、最高で、2週間後には300万コインがもらえるということですね。では、こういういろんなね、タスクをこなしていくと。あとはね、このエクスプローラーというところで、下の方にね、エアドロップって書かれてまして、The Drift Token is coming ということで、これね、トーンウォレットをね、接続することによって、このね、エアドロップのチャンスがあると。こういう感じかな。で、リーダーボードがありまして、こちらでランキングの上位を目指していくと。こういうか。1.6 兆コイン。これやば。これどういうことこれ。こんな稼げんの ?1 の人は 1.6 兆コインですね。なかなかクレイジーな人が多そうですけども。でもあとはね、左下の方にタップトゥーアーンってありまして、なんかね、こちらはエナジーをね、消費して、ここね、ポチッとタップすると、こんな感じで、ね、コインがもらえます。まあ、こういうね、こうタップ要素もあるという感じですね。ただ、エナジーはあんまり溜まっていかないので、これではあんまり今のところは稼げなそうですね。まあ、これも多分レベルが上がっていくと、もっと稼げるのはなんのかな。で、じゃあね、とりあえずもう一回戻って、こちらのファイトをやってみますか。こちらでファイト。で、これでね、自分のキャラクターを選択して、これでファイトします。はい、そうしますと戦いが始まりまして、でね、まずは何をするかと言いますと、まあ、とりあえずね、一生懸命タップをするというゲームです。で、ここのね、なんか標準があるんで、この標準に合わせてガンガンね、タップをして、
先に相手より、この体力を削れば勝利とこういう感じなんで、とりあえずガンガン押していく、ひたすら押していきます。やばい負ける、ちょっと待って、やべ強え、はい、You lost、 負けました。でこれでね、750コインを失ってしまうという感じみたいです。まあ、なので、ね、まあ、知ってる人は知っている高橋名人のような、ね、鬼のようなタップが必要という感じですね。でこれね、一回バトルをするとなんかね、エナジーを回復する必要があるようで、まあ、ちょっとね、連続でプレイはできないという感じみたいです。で一回のバトルで、これかな、この500エナジーを使うんですかね。なのでこの、ね、エナジーが回復するまで、バトルできないという感じみたいです。でなんかね、新しいキャラクターが欲しい場合はまたね、こちらからゲットドリフターをクリックしてもらいまして、でね、2万5000コインをね、今度は使ってまた新しいキャラクターをゲットするという方法もあるみたいで、こういうね、いろんなキャラクターを使って、どんどんね、コインを稼いでいくという方法がありそうです。はい、まあね、こんな感じのゲームになってまして、まあね、気軽に直感的にね、プレイできるゲームになっていますので、ぜひね、皆さんもお気軽にお試しください。はい、ということで今回の動画は以上になります。この動画がいいなと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。